ミトキサントロンはアントラキノン系のがん化学療法剤の一つである。商品名のバントロン。ミトキサントロンは急性白血病、悪性リンパ腫、乳癌、肝細胞癌への適用を持つ。ミトキサントロンとプレドニゾンの併用療法が定移性巨生抵抗性前立腺癌の第二、選択治療として認められている。ドセタキセルとプレドニゾンの併用療法が 生存率を改善し、無病生存期間を延長することが確かめられるまでは、第一選択治療であった。ミトキサントロンは多発性硬化症のうち二次、精神硬化タイム S の治療にも使われる。多発性硬化症を治癒させる治療法はなく、ミトキサントロンも多分に漏れないものの、二次、精神硬化タイム S の進行を遅らせて、再発管解型イム S と一時、 精神効がタイム S の再燃までの期間を延長することはできる。重大な副作用として、鬱血性心不全、心筋障害、心筋梗塞、貧血、白血球減少、血小板減少、出血、反血球減少、間質性肺炎、ショック、アナフィラキシーがある。投与患者の5%以上に現れる副作用は、 上気の貧血、白血球減少、血小板減少のほか、肝機能検査値異常、血清ビリルビン上昇、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱である。そのほか、心障害や免疫抑制が発現する。心筋症は不可逆性なので特に注意が必要である。心臓超音波検査や、 放射性格主血管増影での定期的モニタリングが推奨される。心筋症のリスクがあるので多発性硬化症患者へのミトキサントロンの障害、累積投与量には限界がある。DNA 及びミトキサントロンと結合したヒトトポイソメラーゼ IIB。ミトキサントロンが DNA に割り込んでいる。ミトキサントロンは通型トポイソメラーゼ阻害薬であり、 正常細胞及び癌細胞の両方で DNA 塩基間へのインターカレーションによって DNA 合成と DNA 修復を中断させる。ありがとうございます。